真のプロスポーツ、真の格闘技を目指す若者たちが今、黄金のベルトを目指してリングに駆け上がる。そして熱き戦いが始まった。ウェルター級実力ナンバーワンといわれる渡辺、ミドル級では無尽のスタミナを誇る関島が打つ。ついにチャンピオンが誕生した。初代シューティングミドル級王者関島康人、佐山悟が夢にまで見た真の格闘技が今、過酷な戦いの中からはっきりとした姿を現した。真剣勝負でチャンピオンです。絶対に負けません。朝テレビの前、セミナーでありましたけれども、このまま本物のでっかい世界を掴みます。ありがとうございました。佐山悟は語る。シューティングが完成した今、一人の格闘家として、指導者として、若きシューターたちの力をこの手で、この肌で感じてみたい。シューティングとは、打、投、曲を組み合わせて戦う総合格闘技である。曲を三本柱に、無制限に近いルールの中で戦う真剣勝負。古代ローマのパンクラチオンを連想させる過酷なスポーツ、それがシューティングである。この総合格闘技に、日本人の方は、そうですね、真剣勝負の面白さ、本物のスポーツの面白さというのを分かっていただいて、本物の動きとは実際どうなるのかと、本物の動きというのは本当の、インパクト、蹴りのインパクト、パンチのインパクト、それにそんなにパンチキックで簡単に倒れるものではないとかね、ダウンの応酬なんかありえないとか、関節はもう決まっちゃえばそのままバーンと決まっちゃう、あとは骨折れるだけだとかね、そういった常識とかを見る側も僕は兼ね備えてもらいたいということです。その土壌を僕らは作っていかなくてはならないわけです。その土壌を作って、あとは選手をパンチキックのタイミング、パンチキックの中に入るタイミングから、投げるタイミング、掴むタイミング、蹴りを取るタイミングね、それから決めること、完全に強く決めること、全身の関節技を決めること、こういうのを全部揃えて最強の軍団を作っていくというのが、僕の格闘技です。そこにはルールがあり、本物のスポーツであり、正しい精神力によって全てが覆われる一本の柱、これがシューティングの戦いを収めるシュートという名の一本柱だと僕は思います。黄金のマスクはただの布切れと、プロレスを去って6年、そこには真の格闘技を求めた佐山悟の、そしてシューティングの試行錯誤した歴史がある。様々な苦難を乗り越え、
真の格闘技シューティングは完成された。1990年5月12日のプロシューティング初代チャンピオン誕生で一つの結実を見たのである。格闘技ファンからは未だに熱い要望が寄せられ続けている。それは佐山聡の現役復帰である。プロレスラータイガーマスクのファイトを知るファンは多いが、シューター佐山聡を知る人は誰もいない。今その沈黙を破り、ついにその姿が公開される。名付けて佐山聡激闘4番勝負。最初の対戦相手は初代ミドル級チャンピオンの関島康人。オールラウンドファイターで佐山にとって最も強敵となるはずである。関島は試合を前に、シューティングは格闘技の頂点です、だからその存在と価値を一人でも多くの人に伝えていきたい、そして佐山さんの理想を一日も早く実現したいと語った。
これはうまく蹴り、これはたまたま本当にね、相手が打撃しようとしてたところだったんで、僕はタイが入っ切り替えちゃったのでうまく入りましたね。逆十字もこれもうまく入りました。教科書通りに相手が腕を上げてきてくれたというところですね。これはフェイスロックですね。まあ、相手投げられないように相手が投げに来るなと思ったらもう下げるということをやったわけですね。まあ、こういうところを取られるともうほぼ決まってしまいますね。ここまで取られると、まあ、関島選手結構近い、この外し方ですね、テクを使った関節の外し方は非常にいいと思いますね。あ、これは、まあ、僕の関島選手が一本背負い来た時に
まあ、その体勢だったんです。素早く右足を関翔選手の股の中に入れて投げられないようにして首締めに持っていったというところですね。ライト級1位の坂本和弘、レスリングの経験もあり逆十字を得意技とする。この時坂本は一月半後にチャンピオン認定戦を控えていた。文字通りライト級のエースである。40キロのウエイト差のある佐山に坂本はどんなファイトで挑むのか。これハイキックって足首が巻いてきますのでね、相手に入ってしまうわけですね。ですから、うん、蹴りに対してのガードというのは少し広めに持っていかないといけないですね。で、広すぎると今度はストレートパンチなりもしくはボディのが空いてしまいますのでね、ボディの蹴りに注意しなくちゃいけないという非常に難しいところがありますよね。まあ坂本選手の場合はちょっとあれですね、まあ、タックに、ポイントを置いてますのでね、少しそのガードが下がるというところがありますね。狭くなるというところがありますね。あの右手のガードのことですけどね。第3試合の相手はミドル級1位の伊藤優希。左ミドルキック、パンチと打撃系を得意技とする選手だ。とりあえずタイトルを取るのが目標という伊藤。当面のライバルはミドル級王者関島である。
ります。はい。よし。
よし。お。この伊藤選手は打撃系統の選手ですね、こういう選手には、打撃合いというタイプになってしまいますので、こういう選手には反対にね、掴まれるという心配よりも打撃で返してくるという頭がありますから、反対に思いっきり蹴り合いができるわけです。思いっきり蹴り込めるわけですね。パンチを打ち合えるということですね。打ち合いを避けてますね。大きな距離の打ち合いですね。今のミドルキック、あ、今のはうまい。伊藤選手はね、この俺のハイキックにね合わせての今、足払いを試みましたけどね、体重差だと思うんですけども、今のはね普通だと思いっきり引っかかってますね。あれ非常にうまい選手です。あ、今のはね、スイングパンチなんですけども、だいたいパンチに相手は目線がいってませんからね、そこへいきなりスイングパンチすると当たってしまうという感じですね。最後の対戦相手はライトヘビー級1位の川口健二。関節技、特に膝十字とローキックを得意とする。シューティングはオールラウンドの格闘技。これを始めると他の競技はやる気がしない。佐山さんを目標にしてきただけに、自分の技を精一杯試してみたい。試合前に川口はこう語った。
どうか、はい、じゃあ、はい、飛ぶたつもりだったけど。これは川口選手ですけども、これはパワフルな選手ですね、関節寝技の力があって、もうパンチも非常に威力を秘めた選手ですね。カウンターですね、狙ってたというのがあのカウンターですね。まあ、真っ直ぐ入ってきてくれるとあれば非常にありがたいわけですよね。攻撃してくれてる時が非常に、あれは足を出すだけで入ってしまいますからね。戦いは終わった。この試合を通じて佐山は感じた、若きシューターたちの熱く燃える格闘精神。死と仰ぐ自分に向かって繰り出される攻撃の中に、そしてその目の輝きの中に確かなもの。まず最初は、私一人だけの力でシューティングでしたけれども、今はもう私からは離れ、私だけの力ではない、みんな下の弟子たちが育ってきて、それがまた育っていき、そして僕が突き詰めたように、総合格闘技を突き詰めたように、選手たちも試合に勝ちたいためにどん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 その実力、それから大きなもの、システム、このどん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 僕の力が自浄してどんどん世界に広がってきています。世界に広がると思います。ミュージック、格闘技、これらは世界に通じる万国共通のものです。我々はその格闘技の分野でこのシューティングを最も技術を優れたもの、最もルールの優れたもの、最もシステムの優れたものという形で世界へ
やがて世界が格闘技を乱す、格闘技を見ることができる、そういう時代になってほしいということを願います。ですから皆さんもまず最初に本物の格闘技を見てもらう力、それを備えるとこんな面白いものはありません。本物を見る力は世界の方が上かもしれません。ですけども私たちはこの日本で基盤を広めて、やがて大きなものを勝ち取ります。これがシューティングの世界への夢です。12日後楽園ホールで開催されたプロフェッショナルシューティング初代チャンピオン認定戦の模様がビデオになりました。今完成されたシューティング、プロフェッショナルとして本物のスポーツをあなたへお届けします。最高レベルの総合格闘技をどうかご満喫ください。なおこのビデオは副将道およびシュート協会で取り扱っています。はい、この伊藤選手は打撃系統の選手ですね。こういう選手には、打撃相というタイプになってしまいますので、こういう選手には反対にね、掴まれるという心配よりも打撃で返してくるという頭がありますから、反対に思いっきり蹴り上げができるわけです。
思いっきり蹴り込めるわけですね。パンチを打ち合えるということですね。この打ち合いを避けてますね。大きな距離の打ち合いですね。今のミドルキック、あ、今のはうまい。伊藤選手はね、この俺のハイキックにね合わせての今、足払いを試みましたけどね、体重差だと思うんですけども、今のはね普通だと思いっきり引っかかってますね。あれ非常にうまい選手です。あ、今のはね、スイングパンチなんですけども、だいたいパンチに相手は目線がいってませんからね、そこへいきなりスイングパンチすると当たって打、投、曲を組み合わせて戦う総合格闘技である。曲を三本柱に無制限に近いルールの中で戦う真剣勝負。古代ローマのパンクラチオンを連想させる過酷なスポーツ、それがシューティングである。この総合格闘技に、
日本人の方は、そうですね、真剣勝負の面白さ、本物のスポーツの面白さというのを分かっていただいて、本物の動きとは実際どうなるのかと、本物の動きというのは本当の、インパクト、蹴りのインパクト、パンチのインパクト、それにそんなにパンチキックで簡単に倒れるものではないとかね、ダウンの応酬なんかありえないとか、関節はもう決まっちゃえばそのままバーンと決まっちゃう、あとは骨折れるだけだとかね、そういった常識とかを見る側も僕は兼ね備えてもらいたいということです。その土壌を僕らは作っていかなくてはならないわけです。その土壌を作って、あとは選手をパンチキックのタイミング、パンチキックの中に入るタイミングから投げるタイミング、掴むタイミング、蹴りを取るタイミングね、それから決めること、完全に強く決めること、全身の関節技を決めること、こういうのを全部揃えて最強の軍団を作っていくというのが、僕の格闘技です。そこにはルールがあり、本物のスポーツであり、正しい精神力によって全てが覆われる一本の柱、これがシューティングの戦いを収めるシュートという名の一本柱だと僕は思います。黄金のマスクはただの布切れと、プロレスを去って6年、そこには真の格闘技を求めた佐山悟の、そしてシューティングの試行錯誤した歴史がある。さまざまな苦難を乗り、
これは川口選手ですけども、これはパワフルな選手ですね、関節寝技の力があって、もうパンチも非常に威力を秘めた選手ですね。カウンターですね、狙ってたというのがあのカウンターですね。まあ、っすぐ入ってきてくれるとあれば非常にありがたいわけですよね。攻撃してくれてる時が非常に、あれは足を出すだけで入ってしまいますからね。
戦いは終わった。この試合を通じて佐山は感じた、若きシューターたちの熱く燃える格闘精神。死と仰ぐ自分に向かって繰り出される攻撃の中に、そしてその目の輝きの中に確かなもの。まず最初は、私一人だけの力でシューティングでしたけれども、今はもう私からは、打撃合いというタイプになってしまいますので、こういう選手には反対にね、掴まれるという先輩よりも打撃で返してくるという頭がありますから、反対に思いっきり蹴り合いができるわけです。思いっきり蹴り込めるわけですね。パンチを打ち合えるということですね。この打ち合いを避けてますね。大きな距離の打ち合いですね。今のミドルキック、あ、今のはうまい。伊藤選手はね、この俺のハイキックにね合わせての今、足払いを試みましたけどね、体重差だと思うんですけども、今のはね普通だと思いっきり引っかかってますね。あれ非常にうまい選手です。あ、今のはね、スイングパンチなんですけども、だいたいパンチに相手は目線がいってませんからね、そこへいきなりスイングパンチすると当たってしまうという感じですね。最後の対戦相手はライトヘビー級1位の川口健二。関節技、特に膝十字とローキックを得意とする。シューティングはオールラウンドの格闘技、これを始めると他の競技はやる気がしない。佐山さんを目標にしてきただけに、自分の技を精一杯試してみたい。
試合前に川口はこう語った。はい、はい、はい、パンチに相手は目線がいってませんからね、そこへいきなりスイングパンチすると当たってしまうという感じですね。最後の対戦相手はライトヘビー級1位の川口健二。関節技、特に膝十字とローキックを得意とする。シューティングはオールラウンドの格闘技。これを始めると他の競技はやる気がしない。佐山さんを目標にしてきただけに、自分の技を精一杯試してみたい。試合前に川口はこう語った。はい、はい、はい。